収まりました。スタートしました。まずスタンド前から1コーナーへ向かいます。10番コスモリミックス出ていきました。先手を取って13番 NY パフュームが2番手、あとは内1番のビエナブローが3番手、コトブキスフェールラッキーアモン、外は15番コスモミローディアの体勢です。第1コーナーをカーブしていきます。先手を取りました10番コスモリミックス、リードを2馬身3馬身広げていきます。2コーナーへ向かいます。2番手が13番 NY パフューム、1馬身差1番ビエナブローが3番手、あとは2馬身差15番コスモミローディア4番手です。向こう上面に入ります。あとは2馬身差8番のコトブキスフェール追走しましてラッキーアモン、そして16番のマイネルペンドラムです。中段に9番のセリユーズがつけています。あとは1馬身差ストロングガルンが行って、そして3番ラブイズブラインド、内は2番のワンダーバレッタ、3コーナーへ向かいます。その後2馬身差12番のリゼブルーが追走しまして後方にかけては外14番当選オリンピアです。そしてそのうちに4番の西野ビアンカ追走しまして内は5番のストロングジェット、1頭遅れて最後方7番バースデーバッシュ、前は3コーナーカーブしてきました。逃げる10番のコスモリミックス3、4コーナー中間リードが3馬身、追っていく13番の NY パフューム2番手、あと2馬身差1番のビエナブローが3番手、残り 400m 通過、あとは15番のコスモミローディア第4コーナーをカーブ、まだ馬群の中です。まだ9番セリーズは馬群の中、さあ先頭は逃げる10番のコスモリミックス、追い込んできたのが外から1番のビエナブローが今先頭に変わった、坂を上がった。2番手には13番の NY パヒューム、追い込んできたのは9番セリーズ3番手か1番ビエナブロー、ゴールビエナブロー抜けました。藤田七子騎手です。